コンスタンティン・ミハイロビッチ・シーモノフ。ラテンモジュ転写。コンスタンティン・ミカイラビッチ・シーモノフ。1915年11月28日から1979年8月28日は、ソ連の作家。1915年に、ロシア帝国ペトログラードで生まれる。父ミハイル・アガファンゲロビッチ・シーモノフは、帝政軍の士官で、ロシア革命を、国外に移り、 ポーランドで隠ししている。母アレクサンドラ・レオニードブナ・オボレンスカヤは、流陸町の流れを組むオボレンスキー家の工場、リャザンやサラトフで育つ。1931年に、家族はモスクワに移る。それから、精密工学を学び、1935年まで工場に勤めた。1936年、文芸史に死を発表。1938年に、 モスクワにあるゴーリキー文学大学を卒業。その後、従軍記者として各地の戦線に赴き、ユーゴスラビア、ルーマニア、ポーランド、ブルガリア、ドイツなどを訪れた。戦時中に小説、昼となく、夜となく、戯曲、ロシアの人々などの文学作を発表し、絶賛された。戦後も創作意欲は旺盛であり、戯曲、 プラーグの栗並木の下で、戯曲、ロシア問題を発表。また、エッセイ、ユーゴスラビアの手帳を書き下ろした。長きにわたって、文芸雑誌、新世界や、週刊誌、文学新聞の編集長を務め、ソビエト連邦作家同盟の養殖についた。社会主義労働英雄、赤旗勲章、祖国戦争勲章、礼人章、礼人勲章。 スターリン賞など幾多に上る賞を受賞。1979年、モスクワで死去。小惑星シモノフは、シーモノフの名前にちなんで命名された。ありがとうございます。